どうも。こんばんは。どうもこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。皆さん、今日はどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、大阪に住んでいるんですけど、自粛中で全く外に出てなくて、これほんまに結構ね、真剣に出てないんですよ。一歩も踏み出してないですね、外に。だから次その外出る時がちょっと怖いですね。急に貧血とかになったりしないかなと思って。ならないか。では早速歌っていきたいと思います。今日は1曲目、早速ですが聴いてください。スピッツさんでチェリー。君を忘れない、曲がりくねThank you.
しい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて吊るし、でも真面目にも生きてゆける気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り合いたい。ありがとうございました。ジェリーでした。今こういうね時期っていうのもあって、お家の中で過ごされる方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ちょくちょく DM とかでメッセージとかで、この期間中にギターを練習しますとかっていうのをね、メッセージとかをいただくんですけど、このスピッツさんのチェリーとか、空も飛べるはずとかっていう曲は、そのギターにおいてね、もうめっちゃ必要な、一番使うであろうコードがもう全て使われてる曲なんですよ。だから練習中ですとかっていう方がもしおられましたらね、スピッツさんとかを練習されるといいんじゃないかなって思います。とかあいみょんさんとかもですね。あ、で、そう、私も使わせていただいてるんですけど、サイト、弾き語りのサイトがあるんですよ。そのサイトでおすすめのがユーフレットっていうサイトなんですけど、そうはね、今も見てたんですけど、コードが載ってるんですよ。まずコードと歌詞が載ってて、しかもそのコードがコードネームだけじゃなくて、こうどこを押さえるとか、そのここを押さえるとかっていうのがもう出てるんですよ。だからこう本とか買わなくても、このサイト見れば、あ、 C はこの形なんや、ここに指置くんやとかっていうのがね、分かるんですよ。だからもしよかったら、まあでも結構ね、もうギターコードって調べたらね、これが一番目に出てくるんじゃないかなと思うんですけど、私はこれを使ってます。いっぱい曲載ってますしね、いいですね。はい、で、あ、そうそう、私SNS の方で告知させていただいたんですけど、今月の22日の深夜2時半からですね、 MBS でのラジオをさせていただくことになりました。出演させていただきます。アドリブラジオっていうラジオなんですけど、2時間半ぶっ通しで喋り続けるんですよ。え、どういうことっていうね感じかもしれないんですけど、私が好きでずっと聴いてた音楽だったりとか、影響を与えてくれた音楽とか、なんか思い入れがある音楽を一曲一曲流して、でそのエピソードとかお話をするんですよ。するつもりです。で、すごく楽しみにしているんですけど、なんていうんやろ、そうなんですよ、エピソードをなんか喋って流す。で、その2時間半でね、私がどんな音楽を聴いてきたのか、どんな音楽を聴いて育ったのかとかっていうのがね、もうそこに全てがね詰まってます。のでよかったら、深夜なんですけど、よかったら聴いてみてください。22日の26時30分なんですよね。ってことは、
23日の朝の2時半午前2時半っていうことです。ラジコっていうアプリでもう聞けると思います。あの直前というかその出演させていただく前に SNS とかの方で貼ると思います。ここの URL から飛んだら聞いていただけますっていうのをね載せると思いますので、よかったらね聞いてほしいです。すごく楽しみで、次にですね歌わせていただく曲はですね、私がすごい悲しいことがあって、なんやろうな、もう何をするにも悲しい、どうしようもないっていう時に声かけてくれて助けてくれた人がいて、その人が教えてくれた曲なんですよ。でもうご存知の方たくさんおられると思うんですけど、この曲のサビ読みますね。時の流れと空の色に何も望みはしないように、素顔で泣いて笑う君にエナジーを燃やすだけなのです、っていうサビなんですけど、あの本当に好きで、なんかなんやろな、その私の解釈なんですけど、これ勝手な、時の流れっていうのはやっぱり時間じゃないですか。空の色っていうのは過ごしてきた日々とか、まあ思い出だったりとか、そういう時間とか思い出とかに見返りは求めないように、そのままの姿でね泣いて笑う君に、なんか魂を燃やすだけ、燃やしたい、そういうサビがすごく素敵だなって思ってて、私はねこのなんかその教えてくれた人はあんまり私はこう思うよとか、こうこうこうだからきっと大丈夫だよとかっていう言葉はあんまりなかったんですけど、この曲にその人が思ってることを私に伝えたいことが詰まってるんじゃないかなっていうふうに思って、そうやって受け取って、すごく助けられた音楽の一つでもあるんですけど、今からその曲を歌っていこうと思います。それでは聴いてください。椎名林檎さんで幸福論。本当の幸せを探した時に、愛し愛されたいと考えるようになりました。そして私は君の強さも隠しがちな弱さも組んで、時の流れと空の色に何しないように、素顔で泣いて笑う君にエナジーを燃やすだけなんです。本当の幸せは目に映らずに、案外そばにあって気づかずにたんですが、かじかむ指の求めるものが見慣れたその手だったとして、私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守るためなら少しくらいする苦労もいとわないんです。時
知ってるゆえに私は君のメロディーやソング哲学や言葉すべてを守るためなら君がそこに生きてるという真実だけで幸福なんです。ありがとうございました。っていうあのっていうというか、今分かりましたか。ちょっと最初に私のねエピソードとかを入れて、でその曲を今回は歌ってるんですけど、ラジオでは流すんですけど、そういう感じです。そういう感じが2時間半続きます。なんかその私18歳なんですけど、若い音楽、何やろな、最近流行りの音楽ばっかりなんじゃないかなとかっていうのは全くなくてですね、本当にたくさんの音楽の中から私がお気に入りの曲とか影響を受けた音楽とかっていうのを選びましたので、いい時間にできるように頑張ります。では今日はこの辺で、この YouTube チャンネル松竹芸能の YouTube チャンネルで、私寺田もかがですね、毎日夜の10時から15分ほどの生配信をしていきます。5月6日までします。5月6日っていうのは学校やお仕事が始まるまでの期間だと思ってます。その期間毎日10時からこのチャンネルで生配信していきますので、よかったらまた遊びに来てください。チャンネル登録とかいいねボタンとかよかったら押してください。ツイッターとかのインスタグラムの方にも弾き語り動画とか載せてます。よかったら見てみてください。概要欄に貼っております。ありがとうございました。それではまた明日。ありがとうございました。コメントありがとうございました。リクエスト、カバー曲のリクエストなどありましたら、コメント欄でぜひぜひぜひ書いていってください。それではおやすみなさい。ありがとうございました。また明日。